ドラワレの館。コックぽっちゃりちゃんのことを差し置いて、なんでお前がスタート画面おらん。なあお前今どんな気分だ。怒られて今どんな気分。やあ先生のケースきてよ。よっしゃなんかこういうやりとり、しょうもないやりとりよ。見た後に棺桶部屋とかあるんじゃ、ここよう見たら牢獄倉庫。へえ、こんな感じになっとんじゃ。まあ倉庫やな今回は。光るもの、なんか光っとんな、あからさまに。うん、土の中からは光が漏れてる。これは植物の根っこかな。根っこが光る。とりあえず調べてみよう。私はその植物を引き抜こうとしたね。なんかその植物生きてまーすみたいな感じのピクミン的なやつが出てきそうな感じがする。待て、それを抜いたらダメだ。あ、どうしたお前ら。ジン、ハル、突然どうしたの。それはマンドラゴラだ。何ですかそれ。引き抜くと叫び声を上げちゃうよ。あ、なんかそれハリーポッターでも見たことある。あら、そうじゃ、一人生徒が気絶したやつやな。え、その叫び声を聞くと信じもうぞ。そうなんだ。あ、危なかったあー、ちゃんとこの二人助けてくれるんがありがたいよね。なんでマンドラゴラを抜こうとしてたの。それは私はモロコの部屋で分かったことを二人に話した。なるほど。後ろの顔は光が弱点だったんだね。それでミスはこの光るマンドラゴラを抜こうとしていたんだ。そう。理由は分かった。とにかく無防備にマンドラゴラを抜くのは危険だ。そうだね、しっかり準備しないと。うん。なんか耳当て的な耳栓を探せってことか。てかお前らバリバリこっち来たな。順位とかに見られるんですんなんか。はーい、わかりました。ありがとうな、二人とも。うん、耳当て、そうな、耳当てやけど、倉庫にあるか耳当て。オッケー。わあ、もろあった、もろ目の内つくとこあった耳当てだ。これを使えばマンドラゴラの声を聞かずに引き抜けるかも。やったぜ。あっさり見つかっちゃうな。他にもちょっと気になるところがあるんで調べてみやい。美術室で噛みにくいわ、噛みやすいワードよお前。美術室とかにありそうな像だ。それにこれは医者と看護師かな。医者と看護師の恋愛話を表現してるのか。喋ってるやんえ、あれ、これミサちゃんが声当てたんかな。先生、あの患者なんですが。え、あ、違うらしいわ突然喋り出したらしいですね。石像が喋った。なんか今頃な気がする。いろんなお化け出てきていろいろ喋ってきてやけんさ、今頃喋ってもさ、もう驚かようになってきてもおかしくない頃なんやけど。この患者は注意して観察しなさい。どうやら重度のうつ病だね。了解です。ブツ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 。それよりこの前プロポーズした返事を聞かせてくれないか。却下です。本当にこの館は一体何なんだろう。そうですね。それよりも引き抜くわが、耳当てをつければ大丈夫だよね。多分ね。多分じゃちょっと怖いな。じゃあ俺たちは部屋の外に出てるからな。僕たちも叫び声を聞いたら死んじゃうから。うん、早いなお前ら出ていくくれすごい早いなお前。さっき手に入れた耳当てをつけて、よし引き抜こう。耳当てつけたところの、ないっすかね。ミサちゃんが耳当てつけたところちょっと可愛いかもしれんけど見てみたいんやけど。ググこんな感じの見た目なんじゃお前。ボコ、うわー
耳当てつけとけばよかったと思うでしょ、視聴者さんも。どうだ？どうやら耳当てのおかげで大丈夫みたい。そう、それにしても、すごい光。ムロホがドクロマークをつけていた理由は、このマンドラゴラね。これはあれなんか、アニメ、ちょっとエッチなアニメとかでよくある、奇声的な光なんだろうか。この光が取れたら、すっぱだか。いえ、もう見えちゃいけないところまで見えてしまう、すっぱだか。おい、ミサ、大丈夫だったか？うわ、それ、すごく眩しいね。何そのセクシーポーズ、お前。なんかすごいセクシーポーズ撮ってるぞ、これ。あとは、この光をどうやってモロコの後ろの顔に当てれば。まずは部屋に戻って作戦を考えるか。あ、自動で戻ってくれた。まだちっちゃいおっさんおるよ。その後、おたちは自分の部屋に戻った。めっちゃ光ってる。この部屋はもう眩しいってなって目チカチカするんじゃないかな。よし、これだけ光るものがあれば十分だよね。多分な。すごい光ってる。部屋とかめっちゃ光っとるんじゃないかお前。あとこの光っとる中でも存在感は残っているちっちゃいおっさん。でもさ、こんなに明るかったら警戒して部屋に入ってこないんじゃない？確かに。それは、確かにそうかもしれねえな。じゃあどうすれば。そんな時のために、じゃじゃーん、黒いメント。え、なにそれ、ハルエモン。黒い布切れ？そうだよ、さっきその辺で見つけたんだ。ハルくん、すげえな、お前。お前、先の展開まで読めとんじゃん、お前。すごい、お前、有能、マジ有能。有能レベル5ぐらいにしとこう、設定しとこう。基準はわかりません。これをここにかぶせてと。ほら、これでどう？で、これ外したら、そのものが昔の姿になるってやつだろ、お前。これなら明るさもかぶせて、ムロフも油断して部屋に入ってくるんじゃない？なるほど。そして彼が部屋に入った瞬間、この布を取って一気に明るくすれば。それはいい考えだね。ありがとう、ハル。いいってことよ。かっこつけてる、かっこつけてる。確かにかっこいいぞ君。ハル君株上がってる、めっちゃ株上がってるよ君。よし、じゃあミサがおとりになってムロフを引きつけようぜ。さらっとさらっとミサをおとりになるんじゃ。そりゃそうか、そりゃそうやけど。わっ、私がおとり？そりゃそうだよ、君が狙われてるんだよ。もうジーンはデリカシーがないね。女の子におとりとかさせちゃダメでしょ。いや、そりゃそうなんやけどさ。襲ってくる、襲われるんはミサちゃんやけんな。のちょっと見てて。なし、どうした？ほら、これでベッドに誰か寝てるみたいでしょ。なんつうか、すげえ古典的。こういうビデオなのが案外うまくいったりするのさ。じゃあ、あとはモロフがこれに気を取られている隙に。うん、一気にこの布を取って部屋を明るくしちゃえばいいんだ。そして、そのまま私たちは部屋でモロフが来るのを待った。どうやって呼んだんだ？それはどうやって呼んだんだ？モルフ、ちょっと見せたいものがあるからこっち来てって感じが。え、見せたいもの？お姉ちゃんが見せたいものって何かな？もしかして、おっぱ。ちょっと年上の女の人が部屋に呼び出すっていうね、何かちょっと期待せずにはいられない思春期心が。思春期っていくつからだったっけ？そしてモルフはいくつなんだ？このゲームの登場人物って基本的に年齢不詳やげんな。それから数時間後。まだ来ないね。まだ来ない。あ、でもそうか。今日過ぎたら次の住人にターンが移ってしまうけん、今日中に仕留めんかったら、次仕留めれるのはいつになるかって話やけん、いつかは来るはずなんか。それで数時間粘ったけど来てない。油断すんなよ。いつあいつが襲いに来てもおかしくねえぞ。え？うん。
待ち伏せするなんて、なんだかドキドキするね。お化け屋敷じゃないやけん。学園さんのお化け屋敷じゃないやけん。来た。あ、何か足音が聞こえる。聞こえますね。どうやらこの部屋に近づいてきているようだ。いよいよ来たか。みんな隠れるぞ。うん、オッケー。もう気分は文化祭、気分は文化祭です。私たちは光るものを並べた棚の陰に隠れた。モロホか。おう、何あの姿。モロホこんな声か。モロホの後ろ顔の、そうか、そういう声だったな。そういや、殺してやる、殺してやるぞ。キリングよ。うあのベッド、まさか寝てるのか。予定通り。こんな状況でのんきり寝てるなんて、まぬけなやつめ、死ねえ。わ、刺し殺すのが趣味だったらしい。もうシンプルに刺し殺してくる。さあお前の死人顔を見せてくれよ。するとモロフは布団を剥ぎ取った。え、いない、あいつ一体どこに。来た、ミサ、今だ。あいつに光を浴びせろ。え、うん、バサッ、じゃあ。うおー、燃えている、燃えている。な、なんだこの怒りは。ま、まぶしい。よし、これであいつは死ぬはずだ。え、うん、ぐえー、貴様、よくも俺に怒りを当てやがったな。銃溶けてる。あ、溶け始めた。やった、これでモロフは消える。こんがり焼けている音が聞こえる。スパイシージューシーな音が聞こえておりますよ。寺川のジモンに聞かせたらどんだけ喜ぶことだろうか。くそー、窓だ、このまま死んでたものか。え、どうして死なないの。光を浴びたら死ぬんじゃん。うるさい、黙れ。逃げるんだミサ。あと少し光を浴びせればモルフは消えるよ。うん、待て待て、待ちやがれ。待てて言ってバースやつがおるか。15秒なんてすぐに立つ、15秒なんてすぐに立つのさ、はっはっは。終われ終われ終われ、終わりたまえ。くそー、上手に焼けました。うわー、熱い熱い。やったの。その時だった。あね、ちゃん、モルフォ、この声はお姉ちゃん。仮なのか本当の姿なのかどっちかわからないけど、序盤のモルフォ、やっぱ別の人格だったんかな。ごめんね。え、僕後ろの顔に命令されて。うるせえ、黙れ、お前は黙ってろ。お姉ちゃん、本当にごめんなさい。僕嘘なんてつきなくなかったんだ。ずっと嘘をついちゃう自分が嫌いだったんだ。別人格だったんだよな、まるまる。モルフォ、でもお姉ちゃんだってそうでしょ。ミサだって
自分に嘘をつきたくなかったんだろ。あんなに優しかったお母さんが変わってしまった事実を認めたくなかったんだろ。モルホ、あなた何言ってるの。階層の話じゃ。階層の話とつながってきている。ほら、嘘つきなのは僕だけじゃない。ミサも同じじゃないか。その直後、激しい蒸発音とともにモルホは消えてしまった。え、今のは何。優しいお母さんが変わってしまった。消える直前、モルホはそう言った。まるで私を過去を知っているような言い方だった。そういえばあいつにも何か言われた気がする。優しいお母さん、私が自分に嘘をついていた。なんか思い出す。なあ、お前その怪我どうしたんだよ。なんでもない、転んだだけ。そんなわけねえだろ。お前母ちゃんに虐待されてんだろ。違う。嘘って心の話なんやな。みんなにはこう隠し通そうとしとったんじゃ。虐待なんてされてない。私のお母さんは本当は優しいの。お母さんを怒らせた私が悪いんだ。なんでそんな嘘をつくんだよ。そんな気がして母ちゃんをかばってんのか。ほらほら、ジン、そんなに責めたらかわいそうだよ。もうモロジンって言っちゃってるし、モロジンって言っちゃってるし。お前ミサ安心して、僕とジンはミサが心配だだけなんだ。私が悪いの。お母さんは本当は優しい人だから。はっ、それは昔の話だろ。全部私のせい。私がいると不幸になるって。だから全部私が悪いの。もう泣くなよ。泣いてばっかりいても何も変わんねえだろ。お前は悪くない。悪いのはお前の母ちゃんだ。そうだよ、はるか、こういう時くらいはさ、音符取ろう。こういう時くらいは音符取れば。ミサはこんなに素敵な女の子なんだから。わ、はるくんの方がなんか優しいな。なんか俺がミサちゃんだったら、ジンくんよりもはるくんの方が好きになりそう。チャラいけど、いつもチャラいけど、なんかいつもミサちゃんに対して思ってくれとるような感じがする。皆さんどう思いますか。だから、もう自分に嘘をつかないで。ありがとう、二人とも。もっと自分を大切にしろ。あれでな、どうした、どうした、いきなりハルくん名探偵コナンみたいな。ジンがこんなに女の子に優しくするなんて珍しいね。ほっ、別に珍しくねえよ。あれ、顔が赤くなってるんじゃない。うるさい、惚れたな、ジンくん。あ、ミサが笑った。お前笑えるじゃん。あ、私、ミサが笑った方がずっと可愛いよ。ありがとう、ジン。ジン、ハル、これが3人の関係だったのか。三角関係かな。おい、何をボケっとしてたんだ。ごめん、今の思い出したんかな。今のやりとり、今のは私の記憶。ジンとハルもいたような。それにお母さんって。おい、ミサ聞いてんのか。ごめん。ほら、あそこに鍵が落ちてんぞ、青いやつ。ジンの指さす方にはモロホから出てきた鍵があった。来た、2本目。これで2つ目の鍵を手に入れたね。うん、今のところ順調みてえだな。ミサ大丈夫。
使えてない？もう使えてますよ、もう。だって、弾道を襲われたことやら。え、これ、ちょっと、今回の章さ、いろんなものに襲われてさ、何やったっけ、人形にも追いかけられたし、骸骨にも、俺の足からは逃げられないとか言うてさ、瞬殺されたし、スープ運ぶときには幽霊にも襲われたし、踏んだり蹴ったりだった。次の住人はまだ襲ってこないだろうから、ちょっと休んだら。は、うん、そうしようかな。正直、いろんなことが起きすぎて、頭が混乱してる。さっきの記憶についても整理したいし、ここは春の言う通り、一旦休もう。その時だった。何？え、もう次の日になったん？これもしかして。おい、誰か来るぞ。え、もしかしてもう次の住人が私を殺しに来たの？まさか、そんなことないと思うけど。とにかく俺たちは隠れるからな。ミサ、油断すんなよ。え、うん。そう言うと二人は暗闇に姿を消した。なんだ、誰が来るん、このタイミングで。だ、誰？一体誰なの？誰だよ！